ードル下がると思いますよ。初婚の人は高いと思う。なんかそれなりにうまくやれる自信があるので、あの差し障りなければ付き合っていけると。こんにちは、一服堂さん。こんにちは。もう始まってんの？あのツイキャス始めました、僕が。僕がツイキャス始めました。オンライブになってる。そうそうか。はい、どうもこんにちは。うん、ああ、夏バテや。はい。夏っすね。暑いっすよね。暑いですよ、一服堂さん。そっちも暑い。そっちの方が暑いんですよね、京都の方がね。でね、向こうは今、雨ちゃん、天気は雨かな。ほら、毎日暑いですねって。暑いですね。あの盆地はすごいですよ、多分。沖縄より暑いですよ。今日は降ってませんでした。あ、そうなんや。まあでももうそろそろ梅雨入っててもおかしくない時期ですもんね。いやいや、もう梅雨入ってるじゃん。ああ。もう梅雨入ってるよ。梅雨。そうですね、6月。もう末ですからね。だな。調子が悪いな、これ。お、D51。にわか雨の予報だ。あー。オープニング曲何だっけ？夏を抱きしめて注意。はい。はい、皆さんこんにちは、NPO 法人婚活モールの幸せ宅急便、山下さん早いですね。また1週間過ぎちゃいましたよ。もうそうですね、早いですね。で、先週ってまだ梅雨明けてなかったかな。先週はそう、ギリ梅雨明けてなかった。そうだよね、うん、そして1週間後の今日はもうティーダカンカン。本当にですよ、もう梅雨明けてからすごい暑いですよ。 ねえ、どうやろう、何回今日暑いですね。誰か数えといてもらって、ね、会うたびに、誰かと会うたびに、いや今日暑いですねなんて、うん、今日何回言ったかな。ということは沖縄で多分一番今日、話した内容単語では、うん、いや絶対暑いが暑いですよ。いや多分全国的に多いんじゃないですか。昨日なんかすごい猛暑日が多かったって聞くので、うんうんうん、だけど本当なんかこう梅雨が明けてのこの空を見ると、うん、すっごい、まあ、ちょっとここからのね、うん、今ちょっと曇ってきているようなあれなんだけど、やっぱ青さが違うよね。やっぱ透き通りますよね、梅雨明けるとね。とってもその空の青さが濃くなるのと、うん、で雲がやっぱりもう真っ白だよね。そうですね、入道雲に変わりますね。入道雲に変わって、うん、そうするとその青色とその白いのコントラストがとっても強烈で、はっきりするんですよね、光が。多分そうだよね、雲の形がとってもしっかり見える。うん、でやっぱりその沖縄は東西ね、その海にこうずっと囲まれてて、はい、風がね、うん、やっぱ朝午前中吹く風と、それと夕方ね、うん、吹く風って向きが変わりますけれども、うん、やっぱ風が通るんですね、これね。そうですね、だからそのもやーっとするっていうことじゃなくて、割と遠くまでこう見えますもんね、うん、そうですね。だからこの喜友名のこのスタジオから見る、ね、来るたびに最高の場所やなと思いません？思います、思います、ね、こんな素敵な場所で、なんでラジオ局やってるんだろうっていう、ね、そうだよね。はい、ということでね、今日も1時間お付き合いのほどよろしくお願いします。ということでまずオープニング曲ですね、チューブの夏を抱きしめてお聴きください。にわか雨予報、久しぶりに聞くな。にわか雨予報、にわか雨、にわか雨ってこっち聞いたことない、聞いたことないよな。あるフルとしたスコールみたいにダーッて言いますからね、うん、今日は、曇り時々晴れ、ところによってはにわか雨って多分向こう言うよ、天気を。雨って言いますね、こっち。雨が降る場合がありますみたいな、うん、だけど少々雨降ってもみんな傘ささんよね。傘はささないですね。ねえ、やっぱり東西に長いので過ぎるんですよね、雨雲がピッと。ああ、そうかそうか、うん、一瞬待って、5分ぐらい待って、まだ強かったら諦めてあるっていう。5分ぐらいで収まるのを信じてるみたいな。だけど普通やったらそうやけど、雨宿りってあるけど、あんまり沖縄の人の雨宿り見てないよ。じゃあ濡れていこう、ロドリスじゃないけどさ、みんななんかこう、急に降ってきた雨でも
俺なんかだとちょっとあの建物のね中に入ったりするけど、でも平気でみんな濡れてるよ。どうせ乾くと思ってるね。いやあのね2つ、うん、いくつか理由があって、うんうん、傘が持ってないんですよ、うん、風強いから。あで傘しても意味ないってみんな小学校中学校のあたりで気づいてて、じゃあ今度カッパだと濡れるから着れないから、もう濡れるのが一番ベタ。普通にやったらあの折りたたみの傘とかさ、うん、あのみんなカバンの中ちょこっと入れたりしてるやん。でも日傘は持ってるんですよ。日傘持ってるね女性。でも雨傘持ってないです。あ、日傘はやっぱり何対応できないのかな、雨傘。できるやつもあると思うんですよ。ただそれ出して濡れるのめんどくさいとかいろいろあるんだと思う。基本車なのでね、うん、激しく降りますよ。降るときはあの傾いって言うんですけど、スコールっていう感じですね。自分たちが向こうであの傾いなんか通り雨ですね。そうですね、通り雨のバーって降って1メートル先まではすごい雨なんだけど、うん、こっちは晴れてる、晴れてるとかね、路面が濡れてると濡れてないが分かれる時がたまにある、うんうんうん、そうだね。でもこっちやっぱ山がない分やっぱり早いのかな、その雲の流れが早いかもしれないですよ。たまんないよね、なんか。うん、そんなにあんまりこっち、うん、大きい雨はあんまり当たったことない気がするんですけど。天気予報がでも一番沖縄が当てるの難しいです。いやいやと思いますよ。なんで梅雨明け宣言も梅雨が明ける見込みって言ってましたから、明けたんじゃないんだみたいな。じゃあもう梅雨入り梅雨明けしなくていいんじゃないかなって僕は思いますよ。だからその NHK とあと民放であの天気予報が違うっていうのが結構あるね、うん、これやっぱりその使ってるところが違うんやろうな。違うと用紙がこう見るとうん、やっぱりちょっといろんな考え方があるんやろな。で、台風情報は米軍が一番当てになるって言われてる。あ、米軍。Facebook でもね、いつも見させてもらってる。あ、タロスケさん、ありがとうございます、うん、タロスケさん、タロスケさん、あ、コンティニューコイン、うん、これが5枚貯まると、こっちでカチカチって操作しなくても継続されるんですよ。何を30分でツイキャスって切れるんですけど、うん、コンティニューコインが 5枚貯まると、うん、あの自然あ継続、勝手に継続されるんですよ。5枚チャリンって使われて。どうしてんのそんなこと。僕どうやってたまんのよ。だからコインあの聞いてる人が入れてくれたら1日100ポイントたまってコンティニューコイント5ポイント50ポイントなので1人1日無料で2枚を入れれるんですよ。僕らにとってありがたい話。ありがたいです。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もっと入れてください。そう、沖縄もウミンチュさんって、漁師さん、ウミンチュさんって言うんですけど、やっぱウミンチュさんがよくわかる、春沢さんとか、やっぱ農家の人とか、漁師さんがよくわかるっていうのがいい話を聞いてますね。はい、はい、はい。はい、ですね、梅雨が明けて、しばらくはちょっと夏のね、うん、音楽シリーズということで、オープニング曲はね、しばらくの間チューブの夏を抱きしめてということで、はい、昨日あたりはみんな夏抱きしめたんじゃないですかね。抱きしめたんですね。ね、僕抱きしめてましたよ。抱きしめてね、本当ね、あの新聞紙面もどれ見ても昨日は県民大会の、ことがなりましたけど ね、うん、あんまりあの深くは話は難しい問題でね、できないですけれども。まあ、事件としてはそれはものすごく悲しいことでね、怒りは覚えるけれども、まあ本当いろんな考え方がやっぱり紙面にもやっぱりあるし、いろんなそのソーシャルネットなんかでもな書き込み見てみたら、やっぱりそういうその事件っていうものと基地の問題とね、それとこれから迎える参議院選挙ということで、まあそのあたりがとってもこう複雑にね、絡み合ってて、まあ、山下さんなんか割とフェイスブックで、ね、いろんな意見ストレートでね、ついで通列というかやっぱ内地に発信しないともったいないんですけど、うんうん、内地はバサッと切っちゃうので、うん、ちょっともったいないなと思って書いてたんですけど、うん、だからやっぱりこちら の、ま、あの2つのねその新聞と内地の新聞って本当に違うよね。やっぱあの県民の熱をちゃんと、うんうん、あのこっちの
新聞は伝えてるんですけど、うんうんうん、まあ、県民の熱というかこの県民大会の熱を伝えてるんですけど、うんうんうん、やっぱ向こうになると冷めてるっていう感じはやっぱ受けます ね、うんうんうん、そうだね。ただ割とその2つの紙面があったらちょっとやっぱりカラーというかさ、うんうんうん、色が違うのかななんて、まあこう見たりするけど、共に割となんか同じようなこと書いてますね。書いてるよね。うん、そして、うん、やっぱり一面に来る内容と、うん、もうちょっとページめくらないと出てこない内容と、うん、これがちょっとあんまりにもこう極端すぎて、うん、うーんっていうところがね、あるんだけれども、まあ、ただそういう県民大会をね、そのどのこのって批判するということではないんだけれども、うん、ね、やっぱり、我々だけで、うん、発信しただけでは本当問題解決できないから、うん、ね、山下君も書いてる、もっともっとやっぱり全国的な、うん、世界的なそういうものにしていかないと、うん、ね、何年か前も宜野湾の、ね、海浜公園でやったけれども、はい、場所が変わっただけで、うん、メッセージ性っていうのは同じで、うん、何も変わらない。それをだからやらないっていう、やるなっていうことじゃなくって、うん、もっとなんか時間的なもの、余裕を持って、うんうん、内地でもいろんなね、東京とか各地で、そうそうそう、一応沖縄のこと考えてくださってる方は、うんうん、てる方が一緒にやってくれてはいるんですけど、いらっしゃるわけだから、やっぱりね、そういうようなところと連携も確かに増えてきてるのも事実、うん、ね、外国なんかハワイなんかでも、まあ、沖縄県人会とか ね、うん、そうですね、そういう方々がやっぱりその集会を開いたりということで、うん、まあ、少しずつ、まあ、そういうような運動というのは広がって、いるんでしょうけれどもね、うん、まあ、本当に、まあ、ここのね、キーウナの沖縄の下もね、はい、真下がちょうどその問題の普天間、うん、基地のもう今ね、ここは早速返還されるということ で、ね、まあ、今幽霊の屋敷という建物がね、ホストハウスみたいなところで、まあ、少しずつ壊されていって、うん、まあ、時間とともに進んでるのかななんて思いますけれどもね、うん、はい、というような、昨日はそういう大きい県民大会があった、はい、その傍らでといったらなんですが、婚活モールでもね、うん、6、5、4、3月からですね、うん、月に1回スペシャルイベントということで、うんうん、4回にわたって、行ってきましたが、昨日がね、それのスペシャル4サンデーズの、うん、最後と最終日でしたね、ということで、まあ、事務所があります宜野湾の、ね、うん、ところと同じ、その宜野湾マリーナさんの中にあるフィッシュテールさんというお店でね、私の方は昨日ちょっとね、いつも私は参加ができなくて、うん、ね、イベント担当のスタッフにもお任せっきりなんだけれども山下さんはいつもそこにね、いつもというか、まあ2回目なんですけど、2回目か、毎回なんか来てるような感じで来てもらってお手伝いをしてもらってるわけなんですけれども、うん、まあ昨日は56名と、そうです、 57ですか、だいたい男性女性がね、うん、同数で行うのがうちのイベントなんですけれども、うん、全体的にざっくりとどんな印象を受けました？全体的にはですね、うんうん、やっぱり初めは緊張して入るんですよ、うんうんうん、で、まあそれがだんだん和やかになってくるんですけど、うんうん、まあざっくり言うと、うん、僕もちょっと2回目だったので、うん、大婚活祭ってものすごい大きい、うんうん、300人ぐらいのね、仕事しかしてないみたいな、うんうんうん、で昨日はちょっと2回目だったのでちょっと心の余裕もあってゆっくり見てたんですけど、うんうん、まあ、自分でちょっと独身になった気分で、うんうんうん、独身になった気分でね、自分でちょっとこう誰と結婚できるかなと思って見てたら、やっぱ結構高い割合で結婚してもいいなって、いや向こうにも選ぶ権利があるんですけど、うんうんうん、自分がね、自分が、まあ、そう、例えばなんかね、こう、うんうん、この人と連絡先交換したいなっていう人はたくさんいましたよ、うん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 、ということは、昨日でいくと大体女性は30人近く30人そうです、ね、いるけれども、ざっくり言うと大体ああこの人この人というと何人ぐらい、うんうん、やっぱ、うん、多分僕の場合は結婚、うん、まあ、うちの妻がそんな感じなんですけど、うんうんうん、もう話が合えば、うん、まあ、あとは2人で話し合いでって思っている人なので、うんうん、あ話が合いそうだなとか綺麗だなっていうと、もう10人ぐらいは結婚できそうだなっていう、なるほど、ね、結婚してもやっていけそうだなっていう、うん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 、この人としか結婚したくないっていう人ではなくて、もうちょっとこう多分広いんですよストライクゾーンが。それって割とこの何ちゅうの、見た目、それともこうなんかこう
喋ってるところとか食べてるところとかなんか動きがあるじゃない、そういうのを含めて選ぶのか、もうあのなんというか第一印象的なものでこう、まあ、僕の場合はこうね、うん、お話しする機会っていうのはないので、うんうんうん、見た目なんですけど、やっぱ服の選び方とか喋、うん、り方とか、うんうん、まあ、そういうのはちょっと、まあ、目に入ったり仕草がやっぱり大きいですかね、うん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 、なるほどね、まあ、あの昨日6時から、うん、ということでちょうど本当夕日がね、うんうんうん、あと1時間1時間半後にはこう沈みかけてるところでね、写真も一回見せてもらった、とっても本当なんかそうです ね、 ロマンチックな、あのフィッシュテールさんなんですけど、うん、ついでに宣伝しときますけど、うんうん、あのとってもいいロケーションで、あのやっぱ普段は割とね結構2時ぐらいまでやってるらしくて、うんうんうん、あのまあ普段はこう多分カップルも多いんだろうなっていう、お料理のちょっと美味しいお店らしいので、うん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 、まあ、よくその昔は私あのランチにね、うんうん、あの行ったりしたんだけど、今ランチなくなって夜だけになったらしくて ね、うん、ちょっと残念なあのところなんですけれども、まあ本当場所的にもね、あの最高の場所でやらせていただいて、まあスタッフのね、皆さん本当にどうもありがとうございましたということですが、まあ、あの皆さんどうやろね、そういうイベントに参加する人たちっていうのはね、ほとんどみんな期待して、うんうん、来られるわけですけれども、割とみんなこう お話っていうのは弾んでましたか。そうですね、やっぱ誰か4人、うん、この前のケニーズさんで那覇でやった時は33、うん、の6人組だったんですけど、はい、今回22の4人組だったんですけど、はい、やっぱ4人に1人ぐらいはおしゃべりが上手な人がいて、うんうん、でまあ慣れてくるともう話すことも決まってくるので、うんうんうん、初めはやっぱりね、うん、ド緊張してるみんなの中で喋るのは難しいので、初めの席が一番緊張するんじゃないかな、初めと2番目ぐらいの席が一番緊張するんじゃないかなと思います。だから5時半から受付で、うん、少しずつ少しずつ入ってきますわね、うん、はい、でまあどうぞこちらにとか言って着席をしていくけれども、うん、隣前友達がいるわけじゃないから、うん、ねえ、まあ、前に横に座ってくれる人がいたとしても、うん、まあ、こんにちはぐらいはするけど、やっぱり話は弾まないよね。話はちょっとなかなかねと思いながら、やっぱお酒もまだ入ってないので。そうだよね。だからその時間帯が割となんか濃くというか、ちょっとこっちもなんか長い感じはしますね。ねえ、なんかこう胃が痛むような、うん、で始まってある程度食事をして、まあ、何回かこう皆さんこう話が始まると、うんうん、まあ、普通に乗っていくんだろうけども、うん、やっぱりギアが入る前のその時って結構ね、うん、大変だなって大変だなと僕ね、主催者側がそんなこと言ってある場所じゃないけども、うん、まあ、これはもうどこ行ってもしゃあないよね、まあ、しゃあないではありますね、うんうんうん、なのでまあでも逆に言うと、うん、そのまあちょっと加速がついてくると、うん、みんなが割とニコニコ、うん、ケニーズあたりから僕入っててるんですけど、うんうんうん、まあ、ずっと中原っていうスタッフさんがずっと、うんうん、入ってるんですけど、はい、なんか最近なんかみんな喋りが上手になったって言ってるので、ああそう、みんな、まあ、慣れてくるのがいいことかどうかわからないですけど、イベント慣れはしてきてる人も増えてるのかなと。やっぱリピーターさんみたいに、うんうん、イベントでどうにか相手を見つけたい人もいれば、うん、まあ、並行させながら相手を探している人もいるので、そういう意味ではそのもうなんだろう、なんだろう、クロートみたいな婚活クロートみたいな人がいるので、うんうん、なるほどね。どっちかというと初めて参加した人たちよりは、うんうん、まあ、そういうあのイベントに慣れてるから、うんうん、まあ、そういう雰囲気ももう織り込み済みっていうかね、うん、そういう感じなのかもわからないね。今日ツイキャス多いですよ、ユウさんとか。あ、まあ、かくさやみさん、はい、あ、かっちゃん、もう AKB ファンにまた戻した、ね、そうそう、戻ったって、フェイスブックで載ってたよ。はい、ありがとうね。ユウちゃん、ありがとう。深夜の星空さん、今日すごいね、今日ね。今日は、今日閲覧も、閲覧多いですよ。600人も閲覧って書いてある。600人。あ、すごいな。ありがとうございます。21日600人。ね、あれの、こう最高記録更新だよ、これ。そうですね、ね、閲覧は。初めて見た、こんな数字。うん、
ね、ありがとうございます。どんどんね、メッセージください、うん、この番組はあの NPO 法人婚活ボールがやってますので、どっちかというと婚活とかね、うん、そういうような話に特化してやってますけれども、もし何か絡むようなことがあったら ねどんどん入ってきてほしいなということで、うん、まあ、昨日のあの婚活イベントの ね、 そうですね、ちょっといろんなあの反省もね、反省もいうことだけど、でもまあ、あの4人掛け、うん、2人2人っていう中でさ、うん、こうなんかこう、まあ、言ってみれば落ちこぼれみたいな人っていなかった？それがですね、うん、ケニーズの時、その前の時から、うん、それこそ僕入ってるんですけど、うんうん、いないんですよ。あ、そう、みんななんかそこそこ上手に喋り始める。これは沖縄の強さかもしれないですよ。あの親戚で集まる機会があるとか、そういうのでどうしてもこう飲んで喋る機会って多いので、うん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 、お酒が入ってくると割と喋れるのかもしれないです、ね、ああ、そっかそっか、うん、ただあのほんと大婚活祭で300人規模で3回やったけども、うんうん、それはもう本当にもう壁にね、セミのように、うんうん、あれはね、うん、長いのと逃げ場があるのですよ。あそうか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 、6時間くらいぶっ通しでやったからね、やってるので、そうだよね、うん、あそうかそうか、今回の場合はもう椅子に座ったらもう逃げれないし、固定だしね、逆に目立っちゃうので、あ立ってたりしたら、そうだよね、うん、なのでそういう意味ではあのこれぐらいの規模がちょうど、でもそういうところでこう話ができるっていうのって、うん、まあ俺言うのも変だけどすごいなって思うんだけど、うん、僕もすごいなと思って、うん、やっぱあのみんなこうお付き合いしたことがない人もいたり、うんうん、まあ、逆に言うと本当にね、男性が苦手な女性がいたり、女性が苦手な男性がいたり、まあ喋るのが上がってしまう人もいるだろうけれども、まあイベントに来るので、まあそこはちょっと踏み越えてるのかもしれないんですけど、面白いなと思うのは、うん、あの女性は基本動かないじゃないですか、婚活モールのイベントの場合は、そうだね、女性は座ったまま、はい、男性が席を移動し、うんうんうん、テーブルごとに席替えしていくので、うんうん、あの女性はずっと同じテーブルの上でそこで仲良くなる、同性が、うんうんうん、で男性は男性が、うん、男性は男性で一緒に回っていくので、うん、同性でまた仲良くなるので、うんうん、まあ、そこでチームワークが両方ともでき始めるという意味では、あ、そうかそうか、あのちょっと一人で参加してるって感覚ではなくなるというか、ちょっとそこで知り合った人なんだけど、なんか仲間みたいな意識は生まれてるなっていう、うん、あ、なるほどね、確かにそういうイベントで友達になりましたっていうね、うんうん、婚活仲間というかね、うんうん、婚活戦士のようなそういうようながあるというのは聞いてましたけどもね、うん、で女性の場合はまあ友達で来られることが多いんですけど、うんうん、男性の場合は基本一人で友達で来るのが稀なので、うんうんうん、そういうのを見てると、うん、まあ男性がなんか自然と仲良くなって、女子大生分だ。なんか綺麗な人、綺麗な人、ね、3名もなんかなんかラジオやめてあっちに行きたいな、ね。やめてくださいよ。はい、ということで今もね6時20分になりましたので、夏シリーズということで、湘南の風で、睡蓮花お聞きください。今日日田健先生休みか。ね。あー、綺麗な人たちやな、みんなな、みんな呼ぼうか婚活の話させるんですかこの間、こっちあっちやとかこっちやとかな、あの2階に、はい、なんか喫茶店みたいな、1階がなんかこう家具屋さんみたいなようで、2階がこう喫茶店、カフェみたいな、カフェユニゾンじゃなくて、あ、それだそれだ、でそこでゆっくりこう休みの日に本読んでいたら、うん、後ろで本当7人ぐらい女性が可愛い子たちばっかりだよ、こう喋ってるって言ったら、2人が、あ、じゃあ今から行ってくるねっていうのを聞いて、どこ行くんやろうなって聞いてたら、FM 機の今からラジオに行く言うて、誰だったんだろう、ね、結構若い子たちだったな、何曜日ですか、水曜日、水曜か、水曜日何時、あれは午後、番組だ、多分午後じゃない、な番組行く、午後やったと思うな、うん、2人、うん、セブンブリッジって番組が、うんうん、最近始まったんです、あ、セブンブリッジ、はい、あ、こちら辺にある、うん、あの洋服屋さんかな、セレクトショップの方なんですね、へ、あ、そういう感じだよな、ちょっとその、うん、
ファッション系な感じでした。よかった、よかった、ああいう子たちもやってるんだなと思ってさ、あなただったら、あーってそういうふうに聞いたらさ、あー俺もやってる、こんにちはなんて、行かないです、行かないです、そう絶対行かないです。俺、あなたは結構いろんな人に来てもさ、普通に喋るじゃん。普通に喋ってふりしてるだけです。そう、俺絶対声かけられない。俺、ほんと誰かがでもラジオの人なんだろうけど、俺自分声かけられないよ、絶対。僕、普通に喋ってるってふりしてるだけなので、だいぶ安心してください。で、声かけられるのも結構俺しんどいのよ。だから、追いかけられたら嫌だから、こう、喋って。すごいぶっちゃけが外れてる。ほんとそうなのよ。こんだけ喋んだけど、人見知りするんやな、俺な。あ、すごいな。あ、700人になったで。700人。すごい、今日初めてやで、こんな記録更新やで。ジャンケンしてる。でもそこに女性が7人いたとしたら、うん、この前の国勢調査だとそのうち1人は結婚できないんですよ、うん、できない、確かに未婚、うん、できないというか生涯未婚率の中の 7人に1人が生涯未婚っていうデータなんで、一応統計的に、うんうんうん、沖縄のね、女性が7人に1人が、うん、そう、なんか最近そうやって見てしまうのよ。男性4人組いたら、うん、あの人1人はもしかしたらパートナー見つからないのかなとか。まだね、国勢調査の今回の結果が出てないので、うん、多分この前は晩餐化もあったからあれだけど、今回なんかまた落ちドドッと落ちそうなんだよね。どこ行ったの、姉ちゃんたち。わかんない、ジュース買いに行ったの。あ、違う、チラシ見た。この人たちが聞いてると思ったら頑張らないといけない。いつでも頑張ってください。いつでも宜野湾市の皆さんが多分 FM 宜野湾のスタッフさんのおかげで聞いてるはずなんです。そうですね。これが新都心で聞けたって言ったの。新都心、うん、そうですね、一部、うん、あの車種にもよるんですけど、うんうん、あ、なんか車3種類ぐらいアンテナがありまして、うんうんうん、銀の伸ばすやつと、うん、あと黒いのがポンって言ってるやつと、うん、あとこうサメの尻尾みたいなやつがあって、うんうん、一番感度がいいのはサメの尻尾のやつなんですよ。クリオスとかについてるやつか。最近のいい車についてるやつ、あれは結構いろんなコミュニティ、いろんなところで入るみたいな。西原ぐらいまで聞けた、うん、あ、そう、西原でも聞けたって言った、うん。黒い棒のやつだと普通乗用車で多いんですけど、うんうんうん、あれだと僕うちその新都心のところにあるんですけど、うんうん、あっちでも入るところがあります。かといって、まあ、宜野湾市俺の事務所大山やのに入らへんっていうのはもうなあ、そこやっぱ角度でも変わるみたいですよ。聞いた話によると、うん、裏添えまで飛びすぎるんでちょっとずらされた。多分あれですよ、理事長のアンテナが悪い、一番感度の悪いやつだから。アンテナってなんか立てればいいのかね。伸ばした方がいいと思いますよ。いやあとなんか聞いた話によると、うんうん、そのテレビ用のアンテナのやつあるじゃないですか、うんうん、あれ刺して、うん、その線をなんかできるやつで繋げると、うん、結構聞こえる。聞こえる。そうなんだ。みたいな。FM か AM はコンセントにコンセントをアンテナにするときがあります、うんうんうん。あの電線だから、あ電気を通さないようにして絶縁した状態にすればただの鉄線だから。そうそうそうAM か FM か波のあれで違うはずなんです。どっちだコンポとかにこう線がついてる、あれ AM だったかな、FM だったかな、ぐるぐる巻きのやつと線だけのやつがあるわけ。線だけのやつはもうアンテナ、電線をアンテナ代わりにするのが一番。まあ一つコンセント塞ぐらんといけんので、建物に入らない、ライチョウが建物、本活モール、うん、車だと僕入ったので、車だと入った。ああ、やっぱり建物。建物の中。さあ、何書いてあるんだろう。
ほら、え、どうしたんですか。2人に減ってんやけ。あ、いや、今4人におるでしょ。うん、今1回切れたので。おーおー、フロック今日はなんか好調ですね。おー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 、県民大会の話してくるじゃないあ、1人だけ。おかえりなさい。ヒップとございます。はい、長いな、この音楽。長いですね。もうそろそろ終わるかな。うん、いやいやいや、かわいいね。ね、モデルさんみたいな人も。モデルさんみたいな。最近、女の子はね、モデルさんみたいですよね。ふたけん先生のやつか。ふたけん先生、今日休み来てない。聞いてはないんですけど、もしかしたら、うんうん、一緒にやるか休むかもしれない。ひたけん先生が休みだと、うんうん、マッキーちゃんに時間あげるので、うん、前半さんと俺も彼女が横にいたらもっと頑張るんだけどな。じゃあ僕辞めますよ、ね、拗ねますよすごい、いつら7人笑ってますよ、一服堂さんが笑って笑ってよ。このあれな、わざとシャリマの方を映してるのは何か、こうシャリマにあれがあれからプレッシャーかかってるの。シャリマ映せやって。だったよね。ああ、こっちを優先したわけ。そういうことか。はい、うん、もうはい、時刻はもう間もなくね、もう30分ですよ。はい、そうですね。ね、何にもなんか喋ったつもりでないんだけど、あっという間に30分も経っちゃうなんて不思議なんだけれども、はい、はい、NPO 法人婚活モールの幸せ宅急便、うん、はい、いつもね、聞いていただいてありがとうございます。はい、ということで、今日ね、スタジオの前には、たくさんのね、方が、はい、ギャラリーがね、ね、ギャラリー今日多いですね。なんか女性の方ばっかりなんかね、嬉しいです。3名の女性がね、もう私も元気が出ましたということで、残り30分またお付き合いください、うん、はい、ということで昨日のね、そのイベントの、ことを今日ちょっと1時間イベントのこと話してみようと思うんだけれども、そうですよね、婚活イベント行ったことない人が、うん、多分どんなんなんだろうって絶対思ってると思うんですよね。それで、まあ、実際に、うん、やっぱり婚活の最初のそのきっかけっていうのがやっぱりイベントっていう方は多いですね。そうでしょうね、紹介でなければね、うん、合コンみたいなものでなければ。そう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 、やっぱりその巷にもいろんな相談所っていうのがあるけれども、うん、ね、うちもやっぱり登録制になってるけれど、うん、やっぱりそこに行く前に、うんうん、やっぱりその最初の訪れる場所、うん、特に若い人たちね、そうですね、っていうのは割とそのイベントということ で、うん、でイベントっていうのは、まあ、昨日 の、ね、その参加されたような方々は割とこのイベント慣れしてるような、ね、そうですね、人たちで、だから半分ぐらいは リピーターさんじゃないかな、うん、ああそう、あ、いや、わかんないです、僕よりはもっと知ってる人、ケニーズ那覇の時に参加された方もちらほら見てたので、うん、だから私たち の、 そのイベントもね、うん、やっぱ同じ人とばっかりだったらやっぱこれ問題があるけれども、うん、同じ人がまた参加してくださるっていうのは、うん、やっぱりそのうちのね、うん、そういう婚活の内容というか、うん、そういったそのものにやっぱりある程度、ね、理解をいただいて、うん、いいなと思ってくださる方じゃないとね。そうですね、うん、だから大婚活祭なんかやっぱり参加してる方はやっぱり、あ、こんなもんかと思ってしまうと、うん、あれなんですけど、やっぱり小規模な、ね、そのものから大規模なものがあるんだけども、うん、実際こう人数的に言うと少なくてもあれだろうし、多すぎてもあれだけど、うん、どのぐらいがこうなんか妥当だと思う？どうですかね、うん、この妥当さはやっぱね、うん、いっぱい打ってマッチング率が高くならないと、うん、意味がないのかな。多くなるとやっぱりチグハグが出てくるので、うん、ただ少なくてもね、うんうん、せっかくお金出して会いに来たのにって思うので、うん、まあ、バランスは難しいでしょうね、うん、妥当っていうのはやっぱり婚活のなんていうのかな、みんなの望みっていうのは、うん、なんぼそのたくさんの方がやっぱり来てくれてもいいんだと、うん、だけどその中から自分がいいなと思う人とだけ喋りたい、喋りたいっていう、絶対そうなんですよね。もう余計なものを排除したいと、う
これ誰もが思うんだけど、ただ本当にその婚活のそういうパーティー、ね、うん、イベント、そういうものにやっぱり参加する人の最低限のルールとしてお願いしたいのは、うん、そんなに自分のそのなんていうのかな、タイプの人とだけお話が、うん、その時だけはなんかにっこりしていて、うん、そして目の前には全然タイプじゃない人が現れた途端にやっぱり豹変する人もいると、うんうん、これって同じやっぱりそういう婚活、ね、その目的が同じの、まず仲間だという認識はやっぱり持ってほしいのね、うん、そうしないとなんか急にどう山下さんなんかが今まではもう明るい隣の声聞こえるあ隣いいなと思ってて、うん、でそこに席に移動した1週間にシーンとしたらもうへこみますよね。そうだよ、もう割とやっぱ顔に出る人たちっているじゃん。しかもなおのことその人あ綺麗な人だなとか思ってたらドン引きですよね。というかもう俺凍りついてしまうよ、もう立ち直れないし、立ち直れないですね、もう本当怖くって、うん、だそういうその経験をしてしまうとやっぱり、うん、うん、じゃあもうイベントは自分いいかななんてね、うん、うん、やっぱりそうじゃなくて、いろんな人たちがいるので、うん、それは自分のタイプがタイプじゃないっていう違いだけで、うん、みんな個性っていうのがね、良さがあるわけなので、うん、やっぱりそういうような差別じゃないけれども、うん、いうことではなくて、普通にやっぱり楽しくまずお話をしてほしいなと、はい、で最後に答えを出せばいいんだしね、うんうん、で基本的にたくさん喋りたいと、うん、長く喋りたいって思ってるのは男性と女性どっちだと思う？男性じゃないですか。ピンポンピンポン、うん、見てて思います、見ててなんで思ったかというと、この、うん、この前のイベントは僕ちょっと別 の、うん、車移動したりして、うんうん、現場にいない時間もあったんですけど、うんうん、だんだん終わりに近づくに頃に、うん、タイムキーパーがちゃんと同じ時間で回してるんですよ、うんうんうん、でしかも、うん、だんだんみんな慣れてくるから、うんうん、回転が早くなって、うんうん、話す時間って増えてるはずなんですけど、うんうんうん、時間短くしてないって絶対聞かれるんですよ。そうなのよ。でそれを聞くのが男の人です。男の人ね。だから男の人は割とこうストライクゾーンも割と広くって、うんうん、ちょっとタイプじゃないって言って割と喋ってんだよ、うんうん、喋ってて楽しくって、で全体的に言うと例えば5分喋ったとするじゃん、うん、5分が男性の多くは短い、もっと喋らせろよと、うん、だけど5分で回しても女性のほとんどは長すぎると、うん、これ何の違いやと思う？これもう切り捨てでしょ。そういうこと。ということは女性は2分でも長いって言うのよ。なんでか言うたらもう第一印象でまず入れるから、うん、うん、そのお話をするとかっていう以前に、うんうん、その人もう見た目だよね、うん、服装とかそういったことからもう判断をしてしまうと、うんうん、だからそこから盛り返そうと思っても、うん、なかなか盛り返せない。そうですね、うん、あと女性はもしかしたら、うん、話がうますぎるというか、うん、男性は下手なんですね多分見てても、うん、いろんな情報をいっぱい持っていて、うん、いろんなこと話せる男性って少なくて、うん、自分の得意分野ばっかり話しちゃう。で女性は割といろんな女性と付き合わないといけないので、こうそういうのを上手に受け止めちゃうので、男性はサービスされてるんだと思います。で気持ちよくなってるけど、女性はサービスしないといけなくなっちゃうから疲れるのかなと思う部分もあります。サービスというか、例えばね、はい、例えばじゃあ席移動しますってなった時に、うん、男性が、移動しました、はい、で座りました、ね、その時にどっちから話し始めると思う？うちのお見合いでも各駅停車でもそうなんだけど、はい、男性がしてこう座った時に、はい、こんにちはって何か問いかけていくのは男性からなのよ。あ、そうなんですか。女性から話題を振ってくるっていうのはどっちかというとやっぱり待ち、ね、待ちがやっぱり女性で男性の方がやっぱり引っ張っていこうとするんだけども、引っ張っていこうとする内容が結構滑ったりすると、うん、もう滑ったりするともうとりあえず女性はもううなずいとくしかないと、
うん、で話題が滑ったりとか、ん、言っちゃいけないことを言っちゃったりとか、あ、そうするとなんぼ20分間あったとしても、うん、もう本当そこから立ち直るのはもう至難の技や、うん、だからやっぱりそういうイベントに出る人、明日そういうようなお見合いするよとかっていう人の場合は、うん、やっぱり滑りは禁物だね難しいですけどね、うん、あ、でも話すってやっぱ難しいなと思います。あのイベントとか見てても会話するっていうのは、いやー難しいよ難しいよ。本当にみんなどっちかというと偉いと思う、うん、喋っててもちゃんと見極めようとしてるんやろ。いや男性はなんか楽しそうに喋ってますよ、うん、楽しそうに。女性は見極めてようとしてるなっていうのをなんとなく感じますけど、まあそれでも女性でも楽しんでる人もいるし。でもどういうところ女性は見たはんやろ。それはもう僕女じゃないので、分かんないんですけど、もう何ちゅうの、一瞬のうちにタイプがタイプじゃないかって分かれてしまってんじゃないの。あ、でもあのちょっと面接とかの話になりますけど、うん、採用不採用は10秒で決まるらしいので、あ、結局10秒でこの人のダメなとこ探すか、うん、10秒で印象で、うん、第一印象でこの人のダメなとこ探そうとするか、うん、いいとこ探そうとするかなので。なるほど、もうダメなとこ探そうと思ったらもうすぐにアウトだ。そうだから面接はもう大体それで、うん、落とす理由を探すって、10秒でダメだと思ったら、いいと思ったら合格させる理由を探すらしい。じゃあもう落とされる理由作りを絶対に初めはしないようにして、うん、まあそこでちょっとね、うんうん、あのマイナス要素があっても浮上する何かを持っとかないと、うん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 、あと最近婚活本読んでる中でも、うんうん、減点方式はやめなさいって書いてました。これは女性向けの本なんですけど。なるほどなるほど、うん、あの減点するには加点していくようにしないと、うんうんうん、全ての、うん、まあ、ものがマイナスになるわな。全ての人に絶対マイナスがあるから。そうだよな、減点していくとそれだけでも相手をどん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 自分から遠ざけてるだけだよっていう話で。はい、ということでイベントのね、いろんな婚活イベントの話、うん、継続中でありますが、ここでね、もう一曲お聴きくださいということで、エブリリトルスイング出会った頃のようにお聴きください。男性基本的に面白い人だと思いますよ割と見てたらイベントに来てる人は、うん、あの割、まあ、女性がちょっと気遣ってるのかもしれないんですけど、みんなは本当にテーブルごとに和気あいあいしてるので、うんうんうん、そういう意味ではまあやっぱり喋るの上手だと思うんですけどね。なるほどな、うん、上手というか、まあ、なん女性のねこうやっぱり使いこなしもうまいと思うんですけど、うんうん、うまいことやってくれてる気もしなくはないんですけど、僕もちゃん入って喋ってるわけじゃないので、でも、はためから見てこう、ガチガチに固まってるグループとかあんまないので。うん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 。偉いな。まあね、みんなやっぱそこは覚悟してきたり、うんうん、まあ初めてでもやっぱそうやってね、ずっと一緒に2時間、1時間、1時間半ぐらいずっと一緒にこの回転寿司っていうお見合いをする人が同性でいるので、で、大体もう最近だとね、イベントを慣れしてる人も増えてきてるはずだから、私はこんなイベント行ったみたいな話を片方がしてくれたりもするのかな。あとまず友達で来てる人はね、まあまあそれは、うん、そうだね、だけど本当ここにね、あの初対面だし、ね、性格のいい人がいいなとか共通点があればいいなとか、なかなかもうその時間でそういうの探すのって難しいよね。もう難しいですよね。えだから本当にまあ、うまく聞き出さないと。でもほんま自分がその席に行って、はあどうもこんにちはって、まあ、5分ぐらいで回したとする、うん、5分の中でこっちに目の前にいてて、こっちにも人がいるわけやろ、うんうん、ということはやっぱりこっちの人とも喋りたいし、こっちの人とも喋りたいと、うん、ということは4人で同じ共通の話題になるのか、やっぱりもうみんなバラバラになるのか。いや、なんとなくもう、うん、このテーブルの話題って多分女性が持ってるんですよ。あずっと座ってるから、隣の人がどんなこと聞くかも多分知ってるので、うん、多分その女性が回してると思いますけど、それか男性が、うん、2人になってるので回してるか。まあなんせ多分このグループ運命のグループでこのネタがだんだん定まってくるというか。
なんかほんとちょっとここにあの盗聴器でもつけといてどういう会話してるのかで一回聞いてみたいなって思うことがあるんだけどさ、とっても思います。隣に座っとこうかなって思う時は。ほんと俺素晴らしいと思う。婚活やってああいう大勢のイベントで、うんうん、堂々と話ができる人って、うんうん、割とうちの会員さんってあのイベントにはまあ参加しないで、うん、やっぱね難しいのもありますしね。そうだな、会話できたら苦労しないもん ね、うん、ね結局会話しかないんだよね。ないないっす、ね、あとは見た目か会話かなので。そうだな、会話せずに見た目だけでアウトだと辛すぎるので。そうだな、よっぽどなんかこう 見た目がよかっても静かな人だったら、うん、あの人なんか韓国のかっこいいシーンになるけど、本当俺みたいなブッサイクな男が座って喋らへんかったらやな。まああえてブッサイクのとこは否定しときますけど、ただ人として見られないんじゃない、ただそこになんか大きな気があるだけって。うん、うん、そんな感じもしはするんですけどね、うん、やっぱ男性ってファッションが難しいと思うんですよ。だからみんな似たり寄ったりな格好なんですけど、女性って髪型から変えれるので、うんうん、そういう意味ではこう個性が出しやすいなって思いますね。あ、まあ、ちょっとまあ色はやっぱ落ち着き目で来られますけど、男性はねどうしても同じような髪型で、うんうん、逆にロン毛だとロン毛で来る人はなかなかの冒険者だったり、なんかおしゃれすぎるとどうなんかな、軽く見られるんじゃないかなとか、ちょっとあんまり、いやおしゃれすぎるやっぱり男性ちょっとやっぱ引くんちゃう、うん、ちょっと女性、あ男性がおしゃれする、あ男性がおしゃ、例えばそうやな、男性がおしゃれでこっからギンギラギンのもんがネックレスとかが見えちゃってさ、それおしゃれなのかな。まあ、うん、だったらな、怖い人かななんてさ、そうだから、うん、男性はちょっと逆にファッションが難しいかな、うん、女性はね、うん、髪の毛が長い人から短い人から、うん、お化粧の仕方からいろいろあって、可愛い系に寄せたりかっこいい系に寄せたりできるんですけど、うん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 、難しいよなぁと思いながら、その辺ファッションはちょっとね、うんうんうん、でもまあ一番無難なのはかりゆしとジーパンだなと思いました、うんうん、沖縄の場合で、いいなと思うのはやっぱかりゆし、突っ込まれるようなかりゆし着てった方がいいですね。突っ込まれるかりゆしってあるの？いや例えば、あこの柄かわいいですねとか、あーなるほどなるほど、この柄何の柄、なんかありきたりなデイゴの花のマラやってたりとかじゃなくて、すごいちっちゃいシーサーの柄がくっついてたり、僕だったらキジムナーのやつとかあるので、はい、本番のつもりで喋ってた。はい、時刻45分ですね。まだ外は明るいですね。ね、何時だっけ今、夕日ってこうね沈むのがね、でも7時昨日結構沈まなかったですよ。沈まなかった、うん、あサンセットとともにちょうど今本当ね、その夕暮れが一番遅い時あの、うん、季節感もわからないね。ね、たくさんの今日はね、方からたね、うん、19時24分だそうです。さすがね、19時24分ということはあとまだ30分以上あるんだな、うん、1日が長いね。朝も、朝は早くないか遅いか。朝も早いですよ。もう早いけど、でも6時ぐらいには明るくなってますよ。でも日本の中では遅いやろ、日が出るのはな。早いんじゃないですか。なんでやねん、北海道から登っていくやろ日は。いやいや、赤道に近い方からですよ。赤道なんでや。東からって行くんだから、か、うん、日がやっぱり登るのは沖縄遅いんだよ、はい、そして沈むのがもう遅いんだよ、はい、ということでまあ言ってみれば同じ時間ぐらいやな、はい、1日はね。明日5時38分、あ明日5時、ああ、開けるのかね、はい、あそんな早いんだ。そうそうそう、明るいですよ最近。ということはもう1日何や、大変だね。大変ですよねえ。というね、イベントのお話してましたけどね。あ、一服堂さんも一緒だ、うん、僕と。え？あの、結婚してもいいなって思う人っていっぱいいるって。ああ。僕もそう思いましたもん、イベントで。
ね、この人だったら結婚、まあ失礼なんですけど、うん、結婚できそうだなとかやっていけそうだなっていう、うん、まあ向こうにも選ぶ権利はあるんですけど、でも昨日ね、うん、まあ女性を見たら半分ぐらいはの方は、うん、あの子の、あの結婚できたらななんて、うん、結婚 できるかななんて山下君言ったけどもさ、うん、別に男性がじゃあその分あのどうなのって言ったら別にヘンテコリンじゃないんでしょ。ヘンテコリンじゃないと。みんな割と普通の。正直に言うと僕とあんま変わらないです。じゃあヘンテコリンじゃん。あ、ヘンテコリンっすね。僕で一応結婚できてるんで。そうだね、まあ。僕が結婚できるんだったら大丈夫かなっていう。はい、一服堂さんもなんか言ってたんだけど、うん、まあここにいる人で結婚決めるぐらいのつもりで、うんうん、毎回臨んだ方がいいんじゃないですかみたいなこと書いてます、ね。そうなの。婚活っていうのは、最初からそのパートナーをその見つけに行こうっていうことではなくって、候補生を、うん、そうそうそうですよ ね、その見つけるから、やっぱり最後にいろんなマッチングというかリクエストし合っていくんだけども、うん、まあ、昨日の約56名57名の、うん、で女性男性半数ぐらいでさ、うん、先ほどうちの中原スタッフに電話して聞いてみたら言わないとこって言ってたね、そのマッチングの数はちょっとまだ最終的には今集計中なんだけど、はい、うんうん、女性の方がやっぱりあんまり書いていないと、うん、男性はほとんど全員がどなたかあの女性のやっぱり番号をね、多い人だったらもうほんと3人4人一応ね枠は3つなので、そうそう書いてるんだけど、なんでやろこの女性の心理本当にいないのかっていうところ、もし何かもうちょっと書きたいんだけど、なんかこう時間がなかったとか、なんか原因があるのかななんてこうなんか考えてしまうんだけどさ、ですよね。だからその辺がまたちょっとね、うん、いろいろ聞きながらなんかということは、まあ、ある意味女性は身長は確かよ、あ、身長だと思いますよ、ね、男性はやっぱり本当割とそういうすぐにこの人っていうよりは、うん、まあ、あの数打ち当たる的な発想も割と男性あるのね、うん、あると思います。女性は割ともう本当ピンポイント的にこの人っていう人がいたらやっぱり書くけれども、うん、どうかなっていうクエスチョンマークの時は書かないのよ、うん、多分女性的にやっぱり出産したいって方もいるので、タイムリミットを感じてる方がいらっしゃると思うんですよね。そういう人からするともう一発で決めたいっていうか、一発で決めたい、無駄な時間は使いたくないっていうのはあると思うんですよ。なんかそれは近道のようで遠回りなんだな。結局遠回りなんだけど、それこそ急がば回れなんですけど、やっぱその感じてたらもう必ず自分のことを好きになってくれて、自分も愛せる人じゃないとっていう焦点を絞ってる可能性もなくはないかなと思うんですけど、男性ってあんまタイムリピットをあんまり感じずに婚活されてたり、多分婚活っていう婚活モールって名前のついたイベントに来るぐらいなので、かなりこう結婚にウェイトが、彼氏彼女のレベルではなくなって、なんとかマチコンとかだと彼氏彼女のレベルから、まあちょっと結婚も見据えた人もいると思うんですけど、婚活モールのやってるものは本当結婚っていう人が多分ほとんどなので、なるほどな、確かにそれは言えるな。なので女性はもう外したくないっていうのがあって、次を求めちゃうかもしれないですね。まあ、本当イベント大好き、ね、なそういうような人たちもたくさんいらっしゃるし、まあ、本当婚活っていうそのイベントっていうのが、苦手、だから1対1で勝負したいっていうような人たちが割とあの婚活モールの会員さんは多いのね。最初はイベントも出てたんだけれど、イベントじゃちょっと拉致が飽きづらいなと、それよりは、まあ、本当もう少し一人の方と、お話しする機会とか時間、ね、そういうのがあった方がということで、まあ、昨日も各駅停車やね、これは一人20分ずつ、まあ、大体年代を合わせた方とお話を、ね、4,5 人の方とした中で、まあ、また続き話してみたいな人たちというのをリクエストし合うんだけれども、だからよくよく考えてみたらあんまり時間って関係ないのかなって。だから女性は20分も多分長いよね。長いではあると思いますけど、その一発で何とかしたい人からするといい時間だと思います。あ、そうかそうか、慎重に7分とか5分だと10分とかだと分からないので、しかも
4人組で座ったら、うん、その本当に聞きたいことが聞けないので、うん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 、1対1だとねもう他の目を気にせずに聞きたいことも聞けるので。確かにそうだよね、ま、結局持ち時間でいうと20分でも10分10分なので、うんうんうん、ある意味、うんうん、平等に分けたら、うんうんうん、なのでまあ10分ぐらいはね、面接でも10分ぐらい取りますからね。そうだよね、うん、まあ、ちょっとエンディングテーマもう流れてね、あの来ましたけれども、うん、やっぱり思う感じること、まあ、日々の活動の中で、うん、みんなやっぱり理想それぞれやっぱり理想希望条件とかこうあるんだけども、うん、よくやっぱりこう見てみるとこのミスマッチが生じてるっていうのが、うん、希望とか理想はいいんですよ、うん、それとやっぱり現実的なそのことを両輪にしてほしいのね、うん、もう希望理想がもう絶対的なもので、うん、それから外れてしまうとノーと、うん、これは会って話をするとかっていう前だよ、うんうんうん、こういう人だよっていう情報だけでこう右左って分けてしまう、うん、だけどもみんなその条件がねどっちかというと違うわけであって、うん、その条件だけで合わそうと思うと、うん、本当にミスマッチが生じる、うん、それよりはもっとやっぱり言いたいことはやっぱり現実路線に戻ってほしいので、ね、うん、若いって言ったら、まあ、もうね本当怒られるけれども若い人たちはまだなんていうのかないろんな経験を積んで、うん、ダメだったらまた次っていう時間的なものはあるけどやっぱりある程度やっぱり30代の半ばになってきた時に理想だけ希望だけを追い求めていると、うん、ただただ年を重ねるだけっていうようなやっぱりケースが見受けられるので、うん、ただこれはもう生き方として自分はそうなんだって言い切れればそうなんだけど、うん、でも本当多くの方々はあの時って後悔するケースが多いので、うん、もうちょっと婚活っていうそのパートナーを探す時に広く構えてほしいなと、うん、そうですね、広く構えた中で少しずつやっぱり絞っていく方がつまり候補を選ぶんだと、うんうんうん、先ほど山下さんもやっぱりタイム的な時間的なものもあるから、うん、もうやっぱり1打数1安打もうそれが一番いいわけだよね、はい、だけどやっぱりそれはもう本当神業的なやっぱりことであるので、ある程度やっぱり数打ち合うっていう部分もある、うんうん、だからやっぱり女性がもっともっと選びきってくれると、うん、もっともっといろんな交際が増えるし、その中からまたね、うん、そのいいパートナーと、ね、認知できるような人たちもいっぱいいると思うので、うんね、ということで、7月もう一応イベントはもう7月の3日4日やったかな、はい、島造り3日だかな、ね、うん、8人8人今回少人数よ、一人一人喋れるよ、みんなで島造りを作って楽しみましょう、うん、そして島造り入って、トロピカルビーチみんなで散歩しましょうと、ね、というようなイベントがあるし、8月は、オリオンビアホスタービアホール、はい、これはどこだ、イオンモール、イオンモールライカムです、ライカムで、ね、8月9月あります、うん、また今計画中の30代だけの婚活イベントということも考えてます。常に考えてる、ね、はい、NPO 法人婚活モール幸せ宅急便、本日もそろそろお時間でございます。また来週ですね、はい、またお付き合いのほどよろしくお願いしますということで、たくさんの今日ね、コメントを本当ありがとうございました。ごめんなさいね、コメントをお伝えすることができませんでした。ありがとうございます。さよなら。ございます。